眠い。どんだけやねん。あと何日ですか？ハートバラ、ありがとう。グリーンリバー、アフターヌーンクマさん、ありがとう。あと13だった。今日の朝もやった気がするんですけど。なんで間違えてんの？ヤッホー、キラキラください。キラキラお願いします。どうも。波動やってきた。ソフトクリームハートありがとう。めっちゃバサバサ。ていうか、そもそも波動のさ、ゴーグルをつけた瞬間、わ、これ、やばいってなった。練習の時。これ無理だ。流れ星ありがとう。ハートもありがとう。すごい、ゲージがすごく上げてもらえて、とってもとっても嬉しかった。でもなんか思ったのがさ、みんなサイズ好きだなって。そう、みんなサイズめっちゃ好きやんってなった。そう、どこが欲しいですかって聞かれた時に、私サイズってあんまり言ってなかったんですけど、言ってない時にサイズがトトンって2個上がって、わ、みんなサイズ大好きやん ってなった。ハート、HP ハート、流れ星ありがとう。ソフトクリームありがとう。優勝貢献できてよかった、ありがとう。パラメーター、そうそう、パラメーターが言いたかった。バラありがとう。ね、サイズ、え？ってなった。だるまありがとう。私言ってないですよ。私スピードと、結構波動は、スピードと段数が大事だって、もう学んでいるので、サイズはあんまり、そう、なんか、あとちょっとでサイズいきそうだったから、一回サイズって言ったんですけど、結構優先順位的に、全然押してなかったんですね。しかも、このゲームの前に、このゲームの前に何が欲しいですかって言われた時に、サイズを言ってない時に2個上がって、めっちゃサイズ好きな人いる って思って面白かった。ありがとう、アプリでやってくれた方。めちゃめちゃ助かりました。嬉しかった。楽しかった。 ね、あとどれぐらいで数字上がるか、数字見れてよかった。シールド優先、いや、なんか練習の時になんか教えてくれた人が、シールドはみたいな言ってて、そう、エキシビションマッチに関してはシールドは本当にいらないですみたいな感じのテンションでめっちゃ言われて、そうで、その直後のポストだったから、ちょっと迷っちゃって。でも結果、カチコチシールド2回使って勝ちました。でも勝ち、シールドに全振りするより、シールド4から5がね、難しくて。だから行かないと思ってたんですよ、4から5に。そしたら、1試合目の3ゲーム目でサイズが一気に5になって、え、5っていけるんだって思って、2試合目で、なんかスピードが、みたいなの言ったけど、ちょっと届かなかった。悔しい。流れ星、ありがとう。勝ち負けが総得点、そうだね。
ぱスピードとかあった方がいいよって。そう。そう得点だからだと思います。でも私はちょっと得点取る自信がなかったっていうのもあって。私、結構避けるのがあまり、そう、私も得意じゃないし、みよって別に避ける、そう、打つのがめっちゃうまくて、避けるのがあーってなったから。みよたんを守らなきゃ。守らなきゃ。シールド貼るタイミングだった。え、ほんと？よかった。そう、カチコチシールドの使い方はちょっと昔学んだので。そう、私昔からシールド担当してて、昔からっていうか、まあ2回しかやったことなかったんですけど、過去2回シールド担当だったので、むしろシールド担当しかできない。そう、ミオタンがすごい命中率がすごかったから、私がシールド貼った後のその攻撃がもうさすがすぎた。これがコンビネーション。シールドはいつね、破れるか分かんないから、だからいつ破れてもいいように、シールド内でも打たなきゃいけなくて。だから、他の方々の対戦、試合を見てた時に、シールドが破れた途端に4枚抜きとかされてたりしてて、そう、危険だなって。シールドも大事だけど、あと少しでってな、そう、破られそうってなった時には、もう逃げる準備をしとかないと。そう、MC に山部さんがいらっしゃったんですけど、そう、山部さんとは以前お会いしたことがあって、でも私は結構なんか影に潜んでるっていうんですか、本当にマジで目立ってなくて、昔から目立たない人だったので、絶対覚えてないだろうなって思ったら、山部さんの方からお久しぶりですって言ってくださって、覚えてくれてるって思って、めっちゃ嬉しかったですっていうのを伝えてないですけど、めっちゃ嬉しかった。本当に感情が表に出ないタイプの二人すぎて、そう、なんか遊びに来てるとこ言われちゃったねーって裏で二人で話してた。遊びに来てるって言われちゃったねーって、開けたくないよねーって話してた。流れ星ありがとうございます。ぜひぜひキラキラ余ってる方はお願いします。壁紙目指してるので、あと20時間でちょっとあれなんですけど、ギリギリなんですけど、お願いします。いつぶりです。え、どういうこと？私が前回出た日を覚えてたんですか？どういうこと？ソフトクリームありがとう、ペンライトありがとう。え、そうなんです、普段は MC がなんか代打みたいな感じで山部さんが今回来てたらしくて、なんかそう、でも嬉しかったな。わあ、懐かしい声懐かしい声、1年半ぶり。え、そうなんですか、 MC 席で言ってたのかな。え、嬉しい。本当に、でもさ、本当にさ、4枚抜きとかさ、すごく私がそう4枚抜きとかすごく、私も4枚抜きされてて、実はっていうか、4枚抜きされた時の悔しさって半端ないんですよ。4枚抜きしたい、私も命中率がさ低すぎて、どうやったら命中率が上がるんだろう。去年の2月、そう、優勝したので5
ご褒美いただきました。初めて、ご褒美は初めてもらいました。1位になったことはあったけど、ご褒美、波動でご褒美もらえたの初めてだったので、嬉しかった。クマありがとう。ソフトクリームありがとう。皆さんこんばんは。それ、ポイントに反映だった何？何の？ご褒美何に使うんだろう、わかんない。まだ未定です。コータありがとう。アイスありがとう。何これは？パンダ？パンダアイス？ありがとう。パンダってどういう？クマだね、これ。パンダって何？コートありがとう。やばいね。アイスといえばサーティワンの、ね、食べた？ コータ、そう、コータは今日あれだ。あれにもランキング名前載ってたでしょ。なんか、波動のやつ。見てた？見てたよね。見てるから載ってんだよね。ありがとう。ありがとう、でも本当に、いつも。ワンマンの打ち上げ、ワンマンの打ち上げはぜひ経費でお願いします。そこはね、さすがに。打ち上げはね。でもなんかみんなで使いたいとは思ってます、私。さすがに。ぜひね。アプリで見てた、ありがとう。ああ、そうなんだ。そらそうよ。そらそうよ。まあ、メンバーだけで行く。まあ、でもそういうなんか、そういうお食事券とかではないから、そう、使えないですけどね、そもそも。そう、何かを、そうだね、なんかメンバーで、全員で、使いたいと思うけど、なんだろうね。何ができるんだろう。難しい、本当に難しいんですよ。から考えときます。おやすみライン来た。そういえばさ、なんかランキング出てたよ。LINE のやつ。小判ありがとう。いや、みんなにはお金出てないかもだけど、なんか、ランキング1位の人がなんかもらえるみたいなやつあるじゃん。あれなんか、来てた。はい。来てたので、頑張るのはみんなだけど。頑張ったのはみんなだけど、ランキング上位の中でなんかあるらしいので、それを、はい。それを誰々ですっていうのを伝えてもらいました、この前。まだです。まだやってない。やんないといけないけど。アイスありがとう。ソフトクリーム。そう、AI の話。ハートありがとう。気難しすぎね。みんな気難しいんじゃないの？私だけ？
でさ、みんななんか次の明日までこのイベント切れちゃうので、なんか次ありますか、なんかこれいいんじゃないかーみたいな。あさってからライブない日に今日はライブみたいなこと言ったりする、面白い。そこはね、そこはさすがに反映してて欲しかったよ寂しがり屋設定、なるほど。ソフトクリームありがとう、こんばんは。なんでだろうねなんでだろう。パパンさん、初見ありがとうございます。ハートありがとうございます。早口でもちょっとさ、早口度がさ減ってた。この前久しぶりに動画見たら減ってた。すんご多め、波動避けるの前に、え、うまくない、うまくないです。ちょっとグループ名が思い出せないんですけど、もう2試合目に戦わせていただいた方々めっちゃうまくて、なんていうの、走ってない、私はもうずっとぴょんぴょんぴょんって反復横跳びしてた、ずっと反復横跳びしてたみたいな感じなんですけど、その方々はもうなんかずっと歩いてるみたいな、歩いて避けててかっこいいってなってた。私もああいうプレイしたい。なんでやってさ、ゆく歩いてさ、スンスンみたいな避けたい、私もああやって。ゆきちの、ゆきちすごいんだよ。あのね、今日のゆきちの髪型あれ自分でやったんだって。え、めっちゃすごくない？クラゲヘアっていうのかな、あれ。あれはさすがに自分で、そう、できる人いるんだ。すごいって思って。見応えのありすぎる波動で面白かった。よかった。見守っててくれてありがとう。音符ありがとう。そう、もう70以上体力奪われちゃう。本当に。もう足がもう疲労って感じだった。一試合終わっただけで。やばくない？レインボースターありがとう。明日もお願いします。こちらこそ。明日は二回しなんですけど、1回目の花丸が撮影タイムなしで、2回目の対バン名ちょっとわかんないんですけど、初めて出る対バンかな、初めての会場、神田明神ホールみたいなところでやるんですけど、そちらの方は撮影ありになります。一曲だけ。ハートありがとう。流れ星ありがとう。そう、なんかね、最近撮影タイムなしだったから、明日私なんですけど担当別に、なんか5曲しかないんで、組み替えなんで、ちょっとはい、構成とか何もないですけど、明日はそう私が考えたんですけど、ちょっとね、久々に撮影タイムをちょっとあった方がみんな嬉しいかなと思って、ライブハウスよりホールの方が綺麗に撮れるかなって思って、ホールの方を撮影ありにしてみた。そう、どっちもセナちゃんやで、一日ごとに交代。なんかそうホールの方がお金取りやすいですか？私はなんかホールの方が、ホールで撮られてる時の写真の方が好きなんですよ個人的に。そ
取りやすそうだなとは思ってたけど、わかんない。取ってる人じゃないから、わかんない。どっちの方がいいかわかんないけど。撮影タイム、そう、撮影タイム、そうです。あ、しかも今日2回目の5曲披露でした。20分枠で。そう、みおたん、今日はみおたんが決めたんですけど、みおたんは初の5曲披露。20分枠で。ホールのが取りやすい。食べて、アイスありがとう。アイス食べる。アイス食べたい。電話、あそこ、距離近い。でも、あそこで、なんか、あそこ、写真撮りづらそうだなって思ってたんだけど、撮りやすかった。楽しかったね。あそこ撮りづらそうだなと思って。近すぎると、まあ、スマホの方は撮れるかもしれないけど、近すぎると、みたいな。ありそうだなって。思ったし、なんか、ステージの形的にも、どうなんだろうって思って。そう。まあ、私、多分私が一人担当だったら、多分、ホール、じゃないと撮影可能にしようってならないかも。他のメンバー次第。やっぱ好みが、好みっていうか個性がちょっと出るね。いい、レンズで調整する。まあでも、なんかライブハウスは5曲披露が楽しい気がする。私的にライブハウスは5曲披露で、ホールはなんか撮影ありが好きだった。今までやってて自分的に、まあ、私がセットリスト担当だから必ずそうなるとは限らないですし、そうはしないです。毎回毎回っていうのは絶対にしないけど、私が好きだったのはそれです。 ライブハウスの5曲披露とホールの写真撮影。本当にマーキーの時の5曲披露がもう最高に楽しくて、私。そう。だからちょっとまた5曲披露するときはライブハウスがいいなって思いました。曲を聴いてほしい。そうだよね。頭こんがらがるけどね。あれ、月どれ？ 25 分最近ないね。でもなんか25分はちょっと、あと1、2曲増えてからやりたいかも。25分はちょっと。Because、だから6月以降でね、やりたいな、25分。Because イコールが増えるから。今私もさ、もう余裕で30分経ってると思ってた。全然だった。ヤッホー。食べて、ありがとう、アイス食べる。食べる。でもちょっとね、今の5曲って結構ギリギリすぎて、ちょっとめっちゃ焦る。ってか、めっちゃ焦るんだよ。だから、
スイコール増えたら、ちょっと余裕できると思うので、それでも5曲疲労は増えそうだなって思う。ね、眠くなってきた。だって私めっちゃ眠いの。早く眠りたい。早く眠りたい。マジで眠い。明日何時から配信しようかめっちゃ迷ってて。めっちゃ迷ってる。グッズは持ち込まない方が、基本的には。なんか顔写真だけとかだったらいいけど、お名前は NG です。お願いします。名前は NG で。名前は個人情報なので、ぜひ、もしね、まだ、あ、やばい、プロフィール欄に本名書いてるって人がいたら、ちょっと消していただけたらなって思います。お手数おかけしますが、ぜひお願いいたします。お願いいたします。明日早い。大丈夫そう。大丈夫じゃないよ。大丈夫じゃないよ。直したよ。ありがとう。ありがとう。感謝。ヤッホー。明日何時からやろうかな。21時。でも、このイベントが21時59分までで、21時半からできたらやりたいですけど、どうしよう。朝やろうかな。どうしよう。でも朝やるってなったら、その分早起きになるんです。って考えたら、起きれるかなみたいな。かわいい、ありがとう。いや、私、ラジオ配信認めてないんですよ。配信として、私、その公約がね、配信は配信だけど、公約でなんか配信、そう、配信として、そう、認めてなくて、自分で。自分に厳しい 自分に厳しいって言われるかもしれないですけど、そう。朝、きら星。きら星っていうの？これ。キラキラと。キラキラ りがとう。30分経ちました。で、朝やるとしたら10時。10時です。10時です。ラジオでも配信あると違うの。イベント期間中に、このイベントが終わる、イベント、あと絶対12,170は行きたいんです。行きたいんですので そう、絶対にね、達成したいので、それを考えたら、そう、夜だけやって達成できなかったら、ちょっと悲しいじゃないですか。21時半から21時59分までがイベントなので。でも朝、ってなってる。いや、夜もできるんですよ。夜か朝ど、夜できるんです。帰ってきてから。だけどちょっとリスクすぎて。朝やらないで、夜に挑むのが。怖い。どうしよう。やばい。TikTok の時間が迫ってくる。流れ星ありがとう。
まあ、とりあえず、10時ぐらいからやるかも、朝。すまん。待って、朝ラジオ配信にするかちょっと迷っときます。すまん。すまん。では、あとで TikTok ライブで会おうね、みんな。くま、ハートありがとう。ではランキングを読みます。13位ひろちゃんさん、12位タシ、11位ドラゴンジェット、10位プリン、9位ブタバラパラダイスさん、8位ツカさん、7位ノリックさん、6位ダライヤ、5位おもちさん、4位ユタカさん、3位翼欲しいさん、2位グリーンリバー、1位コーター。ありがとうございます。ありがとうございます。ではこの後 TikTok ライブ移動します。またねー。明日も見てねー。あ、ライブ、ファーストママライブが5月31日にあるので、絶対来てください。お願いします。あなたのことを待ってます。特典会もあるよ。写真撮ろうね。ハートしよう。イェーイ。バイバーイ。バイバイ。待ってるよー。ソフトクリーム、ありがとう。バイバーイ。TikTok。